クヌート2世長新王はスウェーデン王。本名はクヌート・ホルムイエルソン。彼の父ホルムイエルはクヌート1世の甥いとされる。これが正しければ、クヌート2世はエリク9世の彦にあたり、父ホルムイエルはエリク9世の伐士フィリップ・エリクソンの子となる。クヌート2世は、教会勢力や王権の縮小を望むホルクング家と同盟関係にあった。 1222年から、クヌートは、フォルクング家のウルフフォースと共に、要エリク11世の摂政の一人だった。しかし、1229年にクーデターを起こして、セーデルマンランド地方におけるオルストラの戦いに、勝利したクヌートは、エリク11世を追放して、王位を散脱し、1231年に、クヌート2世として即位した。 しかしその在位は短く、1234年に死去した。その後、エリク11世が帰還して復位した。妻、ヘレナの家柄屋敷については、様々な説が述べられている。一説には、彼女は、ヤールのフォルケ・ビルイエルソンの娘で、1227年に死んだとされる。息子は、ホルムイエルとフィリップの二人がいたが、共にビルイエル・ヤールとの戦いの中で、 それぞれ1248年、1251年に死亡している。ありがとうございます。